ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。富士見の戦艦大和引き続き作っていきたいと思います。この船体の底の部分なんですけども、裏側にこういった厚みがある部分がありまして、こういったところは引けができやすいですよね。この引けの部分にはミスターホビーから出ている液体のパテ、溶きパテを塗っておきました。ほぼ段差が感じられないうっすらとした引けに関してはパテを塗らずに、私はサーフェイサーを塗っています。この引けの研ぎ出しをしていく前に、内側に強度を補うためのリブを入れていきます。少し場所によっては広げるようにしないと入らない場所もありますね。設置が終わってから流し込みの接着剤を塗ってあげるといいかなと思います。ではこちらは接着剤が固まるまで置いておきます。ヤスリにもいろいろありまして、こういったスティック状のヤスリ、一番オーソドックスなペーパータイプですね。ペーパータイプでもこういったカット済みのものもありますね。それからスポンジタイプにも厚みがあるもの、こういった具合に薄くてしなりやすいもの、船底の側面をね研いでいきたいと思います。ペーパーヤスリの目が詰まらないように水研ぎですね。水研ぎのいいところはヤスリの目が詰まりにくいということと、粉が飛び散らないというところですね。今は400番で研ぎ出しています。力を入れると研ぎ傷がつきやすいので、軽く当ててるぐらいの力加減で撫でています。400番の時点では綺麗に面を出すというよりは、粗くパテの凹凸を取るというようなイメージになります。こういった細いスティック状のものは狭いところに便利ですね。そして適度な硬さがあるので、しなりもなく研ぎやすいかなと思います。少し切れ味の落ちた古いハサミを使ってこのスポンジヤスリはカットします。こういった丸みを帯びた部分は曲面に追従しやすいスポンジヤスリがおすすめとなっております。これ戦艦モデルに限らず皆さん経験があるかなと思うんですが、このようにですね、パテの縁の部分が少しこう段差が残るような現象をね、経験したことがある方もいらっしゃるんではないでしょうか。サーフェイサーを塗った方はこのようなね、縁取りは出ないんですよ。おそらくパテのキメの細かさに比べてサーフェイサーの方がキメが細かいんで、こういった段差が出ないのかなと私は思っておりまして、こういった場合は周りの部分に塗ってあげます。そして内側も塗っておきましょう。それでは先ほどと同様で水研ぎでこのサーフェイサーを研ぎ出ししました。これで引けはね、なだらかに取れたかなと思います。船とか戦艦もカーモデルのようにこういった具合に引けを取ってるかどうかはわからないんですが、気になりましたのでやってみました。で、700分の1という小さくなればなるほど引けっていうのはね、目立ってくると思いますので、多分やった方がいいんではないかなと思います。この部分は不要になりますのでカットしていきます。今回はかなりピンバイスで穴を開ける部分がたくさんあります。穴を開ける目印として裏側を見るとへこみがねあります。これなぜピンバイスで開けなきゃいけないんでしょうね。初めからガイドとなる穴がねついていてくれたら楽なんですけども、同じ繰り返しになりますので穴を開ける動画は省略いたします。飛行甲板にも穴を開けます。飛行甲板に関してはこのレールの部分ですね、ここは全て削り取るようです。そして削り取った後にはこのね、大きなエッチングパーツが乗ることになります。このエッチングパーツが綺麗に乗るためにもモールドは削り取る必要があります。ある程度の突起はニッパーで取れたら取ってみたいと思います。カッターが届くようなところはカッターでレールを削っていきます。
ある程度削り取れたらヤスリがけするといいかなと思いますね。この部分もエッチングパーツに置き換わりますのでカットしていきます。ニッパーとカッターでここをね削り取りました。さらにヤスリでより滑らかにしていきたいと思います。この側面の突起も削り取った状態になってます。皆さんお待ちかねのトラップにもしかしたらハマったかもしれません。ここエッチングパーツに置き換えるために削り取ったんですけども、目安がなくなってしまいました。ちょっとその反省をもとに反対側にはマジックでね上に印をつけてみました。それからね削り取りました。カッターである程度突起を取った後にヤスリでこういろんな角度から入れて不要な突起を取りました。さらにペーパーで磨いてよりなだらかにしておきたいと思います。凹凸が残ったところにエッチングパーツを貼っていくと浮いた感じになったりしますので、ここは少し丁寧にやっておきたいところかなと思いますね。側面に関してはこの V の字のモールドもありまして、ここもエッチングパーツに置き換わるので削り取っておきます。ここはね他のモールドを削らないように注意しないといけませんね。今回はね700分の1なんで小さな傷がついても後から目立ちやすいかなと思います。小さいんですがこのパーツに関しては青の部分を埋めるようにパテ埋めするように指示が書かれています。このパーツも周りは削り取っておきます。さらにカッターで削り取ってあげて、さらにヤスリでなだらかにしておきます。環境につきましてもこの窓の部分はエッチングパーツに置き換えていくので先に接着をしておきます。古いキットなので仕方がないんですが、こう合わせた時にちょっと隙間がね空きやすいですね。こういう場合は先に接着面をヤスリで一回なだらかにしとくとバリがなくなったりして接着面の隙間が減るかなと思います。やはり700分の1のスケールになるとちょっとした隙間も気になるかなと思うので、いつものスケールモデルよりも丁寧な仕事が求められる感じがしますね。同様に煙突の部分も合わせ目隙間ができてしまいましたので、少しヤスリで整えてから貼り合わせていきたいと思います。合わせ目が綺麗になりましたのでパーツ接着していきます。環境も接着していきます。ここにエッチングパーツもついてきますので、まずは接着剤をしっかりと乾かした後合わせ目消しをしていきます。接着剤が乾いてきたので、この合わせ目のところにエアブラシ用にラッカー溶剤で薄めたサーフェーサーを隙間に流し込んで、より隙間がないような感じにしていきたいと思います。グレーのサーフェーサーが1に対して溶剤は 1.5、 そのぐらいのね割合で薄めてあります。この合わせ目のところに塗って隙間が残っているようであれば毛細管現象でこの隙間に入って隙間がね埋まります。墨入れ塗料でモールドの隙間に塗るイメージですね。もし一度で埋まらないような溝であれば2度3度塗り重ねるといいかなと思います。ではポリキャップを入れていきます。ポリキャップが落ちないように樹脂の蓋をしていきます。
周りに流し込みの接着剤を塗っておきます。ちょっとまた別な形状の蓋をしていきます。環境の窓に関しては前の方は穴が開いてるんですけども、横はこういったモールドだけになっております。この部分はエッチングパーツに置き換えていきますので、精密ノコギリでカットします。カッターだとうまくいかないかなと思いますので、精密ノコギリでカットしていきます。最初は引く動きだけで少し水をつけて、溝がついたらノコギリのように前後に動かしていきます。この環境の窓の部分もエッチングパーツに置き換える準備で切り取りをねしました。ちょっと数が多かったんで面倒でしたけども、ピンバイスでねここの甲板に穴を開けました。今日のところはまだ準備段階なので、トラップらしいトラップにはハマっていませんが、きっとねこの先こうしとけばよかったという部分がいろいろ出てくるかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。引き続き富士見の戦艦大和を作っていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。